そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日はですね、こちら、ヤマハのね、SA2000S というね、まあ、ギブソンの335タイプですけども、1983年製です。で、SA2000、あるいは1000とかいろいろあったんですけど、これ SA2000S って最後に S がつくのは、トップの材がスプルースだったからみたいですね。で、まずね、状態なんですけども、まあ、軟性そこそこ、三十何年経ってますから、このね、これヤマハ良くなるんで、このゴールドパーツ、この色というかね、サビというか、この辺ペグもね、まあこれしょうがないんで、まあ磨いて取れなくなるんだけど、取っちゃうともうゴールド取れちゃいますからね、メッキがね。どうしても気になる方は変えてください。そしてヤマハのギターの特徴の一つに、この白濁現象っていうのがあるんですけども、これカメラで雰囲気伝わるかな、このトップこの辺とかね、サイドうっすら、バックもうっすらこう白濁の、これよく見ないと、この光の加減でわからないので、そんなに目立たないです。気になる方はね、やめといた方がいいけど、演奏とか音に全く影響ないのでね、ネックもストレートで、フレットも8分ぐらい残っています。さあ、まず音なんですけども、今イントロでちょっと、イントロというか最初少しだけ、ほんの少しね、ディストーションかかってリバウビもかけてたんで、今戻します。もう何にもかけない。これフロントね、センター、リアね。そしてこのギターの特徴、当時のヤマハ SG シリーズもありましたよね。ここトーンノブのところ押すと、ヤマハバイサウンドシステムって言って、このハンバッカーがシングルっぽくなるんだよね。で、こっちから今フロントね、フロント普通だとこれ押すと、ほら全然違うでしょ。リアもほら全然違うんだ。ですから両方ともこうやっておくと、センターにすると、まあ、なんとなくこうハーフトンっぽくなるっていうことです。このサウンドにしといて、リバーブとコーラスかけるとすごくほら、ね、いい感じでしょ。あと戻します。さあ、あとね、そうだな、このギター、昔80年代前半にエイジアっていうバンドがあったんですけど、知ってますよね、皆さんね。スティーブ・ハウさんもこの33、あれ335じゃないんだよね、ギブソンの335っぽいやつで、ディストーションでやってました、あの時ね。このギターでも結構ディストーションでも、ね、そんなにハウらないので、確かこのぐらいのサウンドだったよね、あの時エイジアの。このこちら1983年製の SA2000S、ね、若干の問題点ございますので、なんと今回は大変お得な値段でお送りいたしますよ。早いもん勝ちですよ。83年のこの SA2000S がなんと69,800円です。で、別69%。お電話お待ちしております。ギターフロンティアでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。